飲み水が尽きたので今お水を汲みに来て、今車内でおはぎさんがなんかいろいろ動いてますが、はい、どんなところに来たかっていうと、和気谷地 A 遺跡っていうところ、なんか縄文文化のなんか出土品がいろいろ出たところらしいんですが、ここはね、縄文の清水っていうのか清水っていうのかわかんないですけど、公園、あ、なんか縄文土器置いてある縄文土器とおはぎさんです。縄文の清水公園、清水公園、わからんが、はい、土器、そしておはぎさん、このあんまり整備されてない道を降りていって、誰も人来ねえんだろうな、こんなとこな。観光地ってほど観光地じゃないもんね。で、これか。はい。これ、あ、なんか書いてあるよ。縄文の清水だか清水だか。はい。すごいね。湧いてるね。うん。上に川とかないもんね。美味しそう。いただきまーす。冷たい。うまい。ちょっと今回、いつもはね 1.5 リッターくらいしか汲まないんですけど、思うところがあって多めに汲んでます。今日の夜、水をいっぱい使う料理をねしたいなって思ってたので多めに汲みました。ってことで、縄文の清水、清水、結局わからずじまいですが、はい、でした。夕食の時間ですまあ僕のね、新潟に来ていまして、新潟の名物を夜食べましょう企画っていうのをね、ずっと新潟にいるうちは新潟もの食べたいなと思っているんですけども、まあ、新潟で何やってるかっていうのは別の動画見てもらうとして、今日は新潟名物へぎそば、魚沼地方の小千谷と呼ばれる地域で名物と言われているヘギそば、ね、本当はねヘギって呼ばれる容器の上に持ってあるからヘギそばっていうらしいので、こいつはヘギそばではないとは思うんですけども、中身はね、あの海藻のふのりかなんかをねつなぎにして作ってるおそばってことで、のど越し最高でツルツルのねやつが食べれる。で、車内でやるってなるとこれ冷たくね締めないと美味しくないっていうんで、氷買っちゃいましたということで、この氷を使ってね、締めて、めんつゆもね自作しようと思うので、めんつゆもねこの氷で冷たくできるな。で、さらに言うとビールがあるんですけど、このビールもちょっと冷やしながら飲めるかなと。ということで、めんつゆを作るにあたってはお水とお醤油だね。お水、本出汁の顆粒多いと思うけど一本丸々入れちゃおうか。ほら、火にかけて、で、本当はみりん入れたいんですけど、みりんないんでお砂糖で代用します。ちょっと風味が弱くなるかもね。まあいいです。で、お醤油、お醤油、だし、砂糖っていうね感じにしよう。で、この沸いてるところに氷をと思うんですけど、ちょっとまだ熱いので一旦置いといてですね、湯が沸きましたってことで、このへぎそばをね茹でてやろうと思うわけですが、ぼちぼちかな。うん、こんなもんだと思います。で、一旦火を止めて、で、この耐熱の容器にねお湯と麺ごと一旦移します。これはちょっとね道具の少ない
この車中飯ならではのやり方になっちゃうな、これ。さらに、ここに、ルーシーも全部入れてしまいの。で、ここに、危ねえから、一旦蓋するね。よし。で、氷の残りを入れて、氷水を作るわけですよ。もう一回こっちに移した蕎麦を、蕎麦だけ取り出して、冷たい中に入れるわけね。冷たい蕎麦を食べるために。で、こっちの冷やしてたビールとかを一旦出して、で、もう一回こっちの方に移すか、じゃあ。ちょっと冷え切ってないから。よいしょ。またこっちに移して。ちょっとこぼしたぜ。失敗したぜ。そばを。こっちに戻して、一口ずつっていうの、こんな感じになってるね。こんな感じ、こんなでしょ、ヘギそばってこういう感じでしょこれ遠くで撮ってからそれっぽいけどね、近くで見るとだいぶ雑なんだけどはい、このめんつゆねにつけて、薬味がないのはね、ちょっとごめんなさい、買ってないネギとかね、欲しいよね、本当はね、わさびとかね、なんかからしだっけ、わさびじゃないんだよね、本当はね、ヘギそばって。はい、ってことでできました、ヘギそばできたぜ。おはぎさん、こっち向いて。ヘギそばが完成したよ、おはぎ。おはぎ、はい、ヘギそば完成。車内で麺茹でるって結構大変だよな。あんまりやりたいことじゃないですけどね。まあ名物なんでね。マギさん？マギ？なんか喋ってくんない？喋ってくれないそうです。よいしょー。で、そういえば薬味ありましたよ。これ缶ずり、ご存知ですか？新潟県を代表する最強の調味料、缶ずり。これ美味しいんだよね。なのでこの缶ずりをちょいっとね、こんな感じで缶ずりを乗せて、なんかもみじおろしを乗せたかのような見た目になりましたけども、ごちそうさまでした。なんか味気ないな食事がまあでもこれしかない今日ははい、ということです。美味しくいただきました、新潟名物へぎそば。あ、おはぎさんも今ご飯モード。はい、おはぎさん今ご飯食べてます。では、なんか僕ばっかりが美味しいもの食べて、今日おはぎさんに美味しいものあげられてないので、じゃじゃーん、チャオチュール。袋を噛まないように出すのが結構難しいね食べ方汚ねえな、おはぎ。へぎそばの回でした。どうもごちそうさまでした。おいしゅうございました。はい。